議員記章を着用した、久喜隆一。議員記章とは、衆議院議員及び参議院議員並びに、都道府県、市町村、特別区の議会議員が着用する記章。いわゆる議員バッジのこと。都道府県や市町村の場合、正式名称は、議員記章や議員記章、議員章と称するところもある。以下、議員バッジという。国会では、国会議員が、 本会議場に入場する際、議員バッジを着用しなければならない。これは弁護士、検察官、裁判官同様、国会議員は貴重のみが身分証明となるためである。着用せずに入管しようとすると A 氏に制止される。2005年以降はクールビズに対応して、本人が申請すればカード式身分証が交付されている。現在は、 国家公務員身分証明書が発給されている。議員バッジは選挙ごとに一つ新調され、任期満了や辞職、衆議院解散によって議員の身分を失っても返還する義務はない。地方議会においては必ずしも会議場に入場する際に議員バッジを着用する義務を課していない場合がある。そのため議員バッジを着用せずに議会に臨む地方議員も存在する。 議員バッジは国会議員及び各地方自治体の議員それぞれ違った対象のバッジを制定しバッジにより各級議員の混同を避け区別、識別できるようにしている。概ねこれら議員バッジは金色の金属製台座にモール式の生地を貼りその中央に金属製の模様を配した特有の形状をしているが地方自治体の中には企業の社員賞と同様の 全金属製バッジや尻尾を施したバッジを用いているところもある。衆議院議員バッジつまり、衆議院と参議院では色、菊花賞の大きさが違う。紛失防止用に、希少本体と裏の留め金部分を連結する、証券製の組紐が取り付けられている。また一般的なピンバッジと全く異なり、バッジ本体と留め具が一体化した、カフスボタン風になっている。 衆議院議員の場合、大改装選挙とその人が当選した総選挙の開示が船根ジに表記されている。恐れ多くも美味しい岩手の楽しい都2010年1月6日。画像は菊池町右へ門の保持していた衆議院議員記章。ありがとうございます。